川畑和志8月21日隊は、日本テレビの男性アナウンサー。元タレント。埼玉県出身。身長172センチメートル。私立海星高校、慶応義塾大学経済学部卒業。2007年に、第20回、ジュノンスーパーボーイコンテストのファイナリストに選ばれる。同コンテストの最終審査では、得意のジャグリングをパフォーマンスを披露した。 自分にとってのジュノンボーイコンテストとは、たくさんの出会いをくれた場所。大学時代は、日円プロダクションへ所属し、学業と並行して、タレント活動を行った。大学卒業後の2013年、日本テレビにアナウンサーとして入社。同期入社は、軍司京子、後藤春菜、中島芽生え。同年5月31日、ZIP と、スッキリ。で、 同期入社アナウンサーと共に初お披露目された。2015年1月5日からニュースエブリーにスポーツキャスターとして出演。前任者の山本博之に習って番組終了時に手作りのイラストやメッセージボードを披露しており、今後のアイデアを募っている。2017年3月31日をもってニュースエブリーを卒業。同年4月7日より、 ニュースゼロの金曜日担当スポーツキャスターとして出演。2018年9月29日をもって番組リニューアルに伴い他の出演者と共にニュースゼロを卒業。同年11月15日よりキューピー3分クッキングの5代目男性アシスタントとなる。山本コーの公認としての番組出演はニュースエブリーにてスポーツキャスター就任以来これで2度目となる。 趣味は、ロードバイク、映画鑑賞、現代美術鑑賞、筋力トレーニング、カラオケ。特技は、タップダンス、サッカー、演技、料理。資格は普通自動車運転免許、日本漢字能力検定2級、ニュース時事能力検定順2級を所持。映画テレビドラマ舞台 CM 雑誌その他。ありがとうございます。